と今回のエンジニア側の松下さんです。よろしくお願いします。今の進み方でいいと思うので、イントロは普通になんか、あ、わかった。あれだ、C の1括弧。これどうするんでしたっけ？ありだねっとり、ね、どいいね、うん、いいんじゃないでしょうか。6秒になってないし、いいと思うよ。でもいいね、最後ね、最後ね、ピッツカートでね、うん、最後入れましょう、最後だけ入れましょう。さんの曲本当に素晴らしくて、心がこもった曲だし、またそれを演奏する人たちのですね、そこをこう汲み取る力がすごいな。もうとにかく本当に素晴らしいスタジオで、まあ、ピアニストの私にとってはもうこのファッツよりタコスタジオのもう夢のような、出来事でした。ここは大雪サチオバンドの作品としては初の、まあ、スタジオレコーディングというか、そのブースに分かれてレコーディングということで、スタジオで作り込む感じと、それからライブのようにこうエネルギーのある感じと、それが共存した作品になって面白かったなと思っています。ピアノちょっと縦打ちしてみようか、そこ歌うね。だったらもう1周目からそれでやってみようか、うん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 、で3で抜けてもう4はいなくなる、うんうんうん、細田さんララランとこでブンチャチャって弾いてましたけど、弾いてます。じゃあそっちに合わせましょうか、うん、ズンチャチャ、はい、ズンチャチャしか音がない。音がズンチャチャ、じゃあそっちに寄せる感じ、うん、はい。いつも思っているよ、笑顔でいられますように。終了。